はい、どうもこんにちは。今回はね、久しぶりにトミカリミテッドヴィンテージネオを購入しました。購入したのはね、こちらですね、LV-N208D です。64分の1スケールのトヨタハイエースワゴンスーパーカスタム90年式です。90年ということは、平成2年ぐらいですかね。はい、こちら購入しました。久しぶりですね、このトミカリミテッドヴィンテージネオ。なかなかね、高価なトミカなので、ホイソルと買えない感じなんですけれども、先日ね、アマゾンのセールでね、こちらがね、結構お買い得になってまして、1800円台かな ?1900 円までぐらいで買えました。最近のね、トミカだとね、2000円ぐらいするやつとかね、出てるんで、それと比べたらね、かなりお買い得だったと思います。ということでね、今回こちらチェックしていきます。よかったらね、チャンネル登録ね、高評価で応援よろしくお願いします。それでは中ね、見ていきましょう。はい。出てきました。はい。めっちゃやっぱりいい。質感がね、全然違うね。はい。こちらね、はい、いかがでしょう。画面越しでもね、わかるんじゃないですかね。いつものトミカとかね。まあ、プレミアムとかもね、結構ね、いいなと思ってんですけど、まあ、格段に塗装とかね、めっちゃいい。こんな感じで、ね、ガラスパーツとかもほんと透明度高いし、中までね、しっかり見える。はい、こんな感じですね。カラーがね、ツートンカラーですね。白とこちら、なんだろうね、ちょっと水色のメタリックにグレーが混ざったような感じ。はい。タイヤホイールね、こんな感じで。ちゃんとタイヤも回りますね。で、ちゃんとドアノブとかもしっかりね、黒で塗り分けされてます。圧倒的ですよね。で、サイドミラー、ちゃんとついてますしね。もうかなり精巧。はい。で、フロント。ね、全然違うね、やっぱり。これはね、ほんといいわ。で、クリアパーツのヘッドライトですけど、ヘッドライトの内側とかもね、結構いい感じですよね。あとこういったね、サイドマーカーのね、塗り分けとかね、こういったバンパーの黒いところのね、塗装とかもかなり細かいです。造形もね、もちろんいいですし、はい。めっちゃこのハンドルとかこのダッシュボード周り、めっちゃそれっぽいですね。すごいです。再現度。あとこの運転席、助手席、そして、このサイド、センターコンソールというかね、サイドブレーキとか、そのあたり、めちゃくちゃよくできてる。で、2列目シートの造形とか、はい、シートの後ろ側とかもね、はい、こんな感じで、めっちゃいい感じだと思います。めちゃくちゃかっこいい。そしてリア側。言うことないというか、ほんとすごい。このテールレンズもね、クリアパーツで、ここもね、全部クリアで、色もいいですし、はい、こんな感じで、ちゃんとね、ちょっとこうした方が見やすいかな。トヨタのね、文字とかもね、入ってます。はい、ちょっと光の加減でこんな感じかな。ちょっとアップできたらアップにね、しておきます。そんな感じ。鍵穴かな、これ。鍵穴、そしてね、このワイパーもしっかりね、再現されている。あと、ここのステッカーとか、ね、EFI って書かれてます。はい。そして、まあ、フロントからね、屋根側見ていきますけど、まあ、ね、ワイパーもしっかり再現されてて、この縁もね、細いところも黒くしっかり塗り分けされてます。あと、サンルーフがね、ね、3枚というか、めちゃくちゃ豪華ですよね。で、このガラス面というか、このサンルーフ面のところの造形、わかりますかね？ちょっとポツポツって出たり、こういった突起っぽいところ、こう、ビスなのか、何なのか、ちょっとね、ポツポツっと出てる、こういったところまでしっかり造形されてて、ほんとすごい。ちゃんとここも、黒で、ね、塗り分けられてたり、ね、めちゃくちゃいいですね。今の時代でもこれは
結構いいんじゃないかなと思いますね。こんだけサンルーフもついてて、なかなか高級車な感じにいきそうな感じですよね。はい、そして後ろから見てもリアのシートなんかもほんと、ね、よく見えますし、ちょっとねトランクのところちょっとビス止めのところは見えますけど、ちゃんと掘れてて、でちょっと横見ときましょうか。逆からねこう運転席側シートの形状とかもいいですしね。はい、このインパネで、そして2列目ね、この1列目の背もたれの下とかね、2列目の前の足元のあたりなんかもねそれっぽくね作られてます。で3列目、で3列目のシートもねよくできてますね。いやすごい、これはかなりねお買い得でしたね今回。であとねシャーシ面ちょっと見ておきます。はい、フロント側ねこんな感じですね。で真ん中からリアにかけてと、まあ、一応あの通常のトミカとかプレミアムとかよりはこのちゃんと立体的っていうかね立体感が増した感じですよね。こう凹凸がすごいというかね、そんな感じです。で全体的にそこそこ造形されてるかなといった感じで、あとこのタイヤですね、タイヤゴムのタイヤにちゃんとちょっとそれっぽい溝というかねラインが入っていると、はい、こんな感じで、ね、回転もしっかりするし、あこれって左右独立してますね。回転 1本の軸でつながってるのかもわかんないですけど、ちゃんとあのそれぞれが独立してこう逆にも回せるという、そんな感じです。いやすごい、めっちゃかっこいい。これはね結構変えてよかったです。でまたねちょっとこのトミカリミテッドヴィンテージシリーズとかねネオとかね少しずつですかねちょっとね増やしたくなってきました。またねこれからねどんな車種が増えるかねそちらも楽しみにしていただけたらと思います。ということでね今回ねまあちょっと1台だったんですけどねめちゃくちゃね今回もう良かったと思います。またねこれからもねこういったトミカシリーズね、まあバリエーション限らず増やしていきますのでね、また手に入り次第ねご紹介していきたいと思いますのでね、よかったらねチャンネル登録高評価コメントのお待ちしております。それではね今回もね最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。